こちら、F スタの丸山です。今回なんですけども、Netflix にですね、デビッド・フィンチャーの新作映画が、アップされたということでね、早速見てきましたという感じでございます。ザ・キラーというね、作品でございます。今回ね、ネタバレありレビューでやっていこうと思うんですけども、これね、めちゃくちゃ面白かったんで、Netflix 入ってる人はもう今すぐ見てほしいなと思いますし、入ってない人はね、まだ劇場でやってますんで、なんならね、僕劇場で見ればよかったなとめちゃくちゃ思ったんですよ。なんで、まあ、見に行ける人はね、劇場で見た方がいいなと思います。はい。僕サブスクっていうか、家で映画見るときって、大体なんか途中で休憩しちゃうんですよね。トイレ行っちゃったりとかね、普通に一回タバコ吸いに行っちゃったりするんですけど、なんですけど、今回はマジで久々に、2時間ぶっ通しで見たなっていう感じで、すごいずーっとね、集中して見れる作品になってました。すごかったですね。なんなら、一回帰りにね、電車で、見ようと思ったんですよ。通勤の電車。最初オープニングが始まって、もう1秒、始まって開始1秒で、むちゃくちゃかっこよくて、で、本編始まって、あ、これすごすぎるなと思って、一回見るのやめましたね。はい。ちゃんと集中してみたいなと思って、一回視聴やめるぐらい、面白い作品でございましたね。はい。で、今回、脚本がね、アンドリュー・ケビン・ウォーカーなんですけど、フィンチャー作品で言うと、セブンですよ。はい。セブン好きな人めっちゃ多いんじゃないですかね、これ。みんな好きでしょ、セブンね。だから、このセブン好きな人は、まず絶対に見た方がいいと思いますね。ドラゴンタトゥーの女とか、あとは、なんでしょうね、まあ、ゾディアックとかね、あの辺のフィルム、ノワールものみたいなね、感じの作品ですね。あの辺好きな人も、これは好きなんじゃないかなと思います。はい。だからね、フィンチャー好きは絶対見るべきだと思うし、単発で好きな作品あるよって人もこれは見た方がいいと思いますね。はい。最新型のフィンチャーこんななんだっていうところがかなり感じれたんでね、まあ、そういった感じでございますんで、見てないよって人はね、もうすぐ見てくださいっていう感じでございます。はい。じゃあここからね、ネタバレありでレビューしていこうと思います。それじゃあやっていきましょう。いやー、面白かったですね。最近ね、やっぱジョン・ウィックだったり、で、この前イコライザーもね、やったりしてましたけど、殺し屋ものというか、殺しのエキスパートものみたいな作品がね、結構あるんですよ、最近ね。シスとかもありましたけどね。ドリフのもしもシリーズみたいなもんですね。もしもデビッド・フィンチャーが切れた殺し屋ものをやったら、こうなりました、みたいな作品になってましたね。で、結果として、めちゃくちゃフィンチャーじゃんみたいな作品になってましたね。もう超論理的で、几帳面な殺し屋映画みたいなものが出来上がった。という感じでございました。いやー、しかもすごくリアルに描写してて、序盤とかね、むちゃくちゃ静かで何も起きてないんですよね。主人公の殺し屋、マイケル・ファスベンダーがやってるんですけど、この人の一日ルーティーンを20分ぐらい見させられるんですけど、何も起きない。なのに、むちゃくちゃ面白いし、かっこいい。なぜかというと、もう撮り方ですね。工夫と発想がむちゃくちゃ満ち満ちてる作品だったっすね。うん、素晴らしい。撮影が本当にすごかった。エリック・メッサーシュミットさんっていうね、人がやってるみたいなんですけど、前回ね、これもNetflixでやったモンクですね。この時もこの人がやってまして、そっから、続いてやってるという感じだそうですね。はい。まあ、その今、撮影の方にちょっと触れましたけど、今回もね、座組ですね。これがめちゃくちゃ良かった。編集はね、カーク・バクスターさんですね。はい。ちょっと読ませてもらいましたけど、まあ、この人はベンジャミン・バトン以降のフィンチャー作品の編集をやってる方だそうで、今回の編集がね、特にすげえなという感じでございました。まあ、脚本もすごいんだけど、まあ、着実にね、静かに繋いでいく編集なんだけど、時間経過のとことかかなりバツって結構大胆に切ったり、しかもワンパターンにならない。殺人のシーンとかもかなり工夫に富んでる編集と撮影になってましたね。はい。これはすごいですよ。これマジですごかったっすね。冒頭も言いましたよね。アンドリュー・ケビン・ウォーカーがね、脚本やってるんですけど、基本的にモノローグで進んでいく、脚本というか、まあ話の構成ですね。これが、なんかめちゃくちゃ変なんですよね。はい。最近こんな映画なかったよなーっていうのを、めちゃめちゃ感じましたね。すごい新鮮でしたね。だし、このモノローグスタイルにすることによって、なんかノワールっぽさとか、ハードボイルドっぽさ、みたいなものが、むちゃくちゃ出てましたね。絵はね、めちゃめちゃスタイリッシュで、かなり最新の感じなんですけど、
話の語り口がかなり古典的なものになってまして、このミックスがむちゃくちゃ気持ちいい、ずっと面白いという感じでございましたね。セリフ喋るところもすごい最小限でしたね。ほとんど喋んないですね。なんならモノローグもないシーンが結構長くあったりして、でも全然状況わかるし、どういう心境なのかみたいなものもちゃんとしっかり伝わってくるっていう、もう映画作りというか見せ方が本当に上手すぎて、いやー本当に痺れましたね、2時間で。そうだ、今回音楽もね、またいつも通りトレント・レズナーとアティカス・ロスがね、2人で担当してますけど、まあ相変わらずクソかっこいいなという感じでございましたね。今年で言うとタートルズもね、2人でやってましたけどね、やっぱこの2人もうめちゃくちゃ好きですね。やっぱナインチネイルズからのね、地続きの感じもあるし、やっぱね、作品にもめちゃめちゃ毎回合ってるなと思うしね、ダークなドーンとした電子音楽っていう感じで、フィンチャーとトレント・レズナーが合わさったらもうめちゃくちゃかっこいいの間違いないから、ナインチネイルズの PV も超かっこいいから、これぜひ見てほしいんですけど、はい、という感じでございますね。結構フィンチャー作品って重厚というか、かなりダークなね、作風のものが多いんですけど、今回かなりギャグがね、ちょいちょい入ってて、それも面白いなという感じ。というか、もうそもそも話が展開するきっかけのミスもめちゃめちゃギャグじゃんと思ったりして、それもなんかフィンチャーの新境地だなと思ったりしましたね。これは面白かったですね。でもう何が良かったって、もうまずいきなり最初のオープニングですよ。あれかっこよすぎない？シュレッダーした髪がこう再生していくみたいな、こうふわーみたいなエフェクトが入って、で殺しの手法をこう見せていく、いろんな殺しの手法を見せていくオープニングという感じで、そのキラーってタイトルもなんかもったいつけずに最初の方にさらっと出しちゃう感じも仰々しくなくて、めちゃめちゃスタイリッシュでかっこいいなーって終始思いましたね。もうここでやられてますね。あと今作ね、ずっとスミスが流れてるんですよね。これもね、いや良かったなと。やっぱ僕、まあ、個人的にスミス好きだし、マイケル・ファスベンダー、まあマッチョではあるんだけど結構スマートじゃないですか、はい、っていうところもあって、この内向的なパワー系じゃない感じがずっとスミスを聴いてるってところで、かなりね強調されてたなと思いますね。マイケル・ファスベンダーのそのバックボーンみたいなものがね、ほとんど語られないっていうところで、そういうところをスミスがこうカバーしてくれてたなと思いましたね。このスミスの曲をめっちゃ使うという発想はマジで正解だったなと思います。ここからはね、結構地味だけども斬新だったシーンをいろいろ言っていこうと思うんですけど、ここは最初のスミスを聴いてるシーンなんですけど、殺し屋の視点と殺し屋を撮ってるショットですね、これをカットバックしていくんですけど、殺し屋が見てる視点の時はスミスが、ガンガン流れてると、で外の音は聞こえてない、殺し屋を撮ってるショットになると環境音が聞こえてるっていうね、音の演出になってたんですけど、これはねないですよ。普通やんないんですよこういうのね。どっちかしかやんない、だけど両方やるっていうね、これをいろんなところでやってて、うわー何これと思って、こんなありなんだっていうのをめちゃめちゃ感じましたし、あと弁護士を殺すじゃないですか、その後の死体処理の、モンタージュですね、あそこも普通そのままパッパッパッって繋ぐと思うんですけど、カットごとにフェードアウトするんですよね。かなり斬新な、本当に今まで見たことない時間の飛ばし方というか、いう感じのモンタージュシーンになってまして、これも面白いなっていうところがあったし、やっぱりなんといっても、殺人シーンですよね。フィンチャーっぽいなっていうのもありながらも斬新だったんですけど、最初のタクシードライバーを殺すとこかな、あそこも銃を撃つとフロントガラスの外の絵になるんですけど、そこはスローなんですよね。一瞬だけふわーってスローが入って、その後に車内の絵になると普通の速度になってるっていう、一瞬だけスローを挟むっていう、うわそれ何みたいな、もう超かっこいいショットがありまして、これも超斬新だったなって感じだし、あと女殺し屋をね殺すシーンですね、あそこも銃を撃って額が一瞬、額の寄り、超寄りですよ、こんなもん、これの寄りが一瞬入ってスローでこう弾が撃ち抜かれる、一瞬だけスローになる。フィンチャーってかなりいいモノフェチっていうか、パーツフェチみたいなところが僕はあると思ってるんですけど、パーツのさらにパーツみたいなところに寄ってスローで見せるっていうこのやり方ですね、これが超痺れました。かっこいい、しかも一瞬しか見せないっていうこのスマートさが、また編集の腕がいいなと、はい、素晴らしいなと思いましたね。ここ本当に斬新だったなという、シーン2つでございましたね。
からはもう完全に好きなシーンを言っていくだけです。はい、やっぱり好きなのは最初のねターゲットを襲撃ミスるシーンですよね。あそこはやっぱ好きだなっていう感じで、あんだけねそこまでねめちゃめちゃ振っといてさ、もう打率 100% だみたいな話めちゃめちゃして、もうパーフェクトプロフェッショナルだみたいな話めっちゃしといて、超初歩的なミスやるんかいっていうね、ツッコミ待ちじゃんあそこ完全にね。超笑っちゃいましたね、めっちゃ面白かった。でもその後の逃走のシーケンスですね、あそこがうますぎるね。セリフなしでもどんな感じで何に焦ってるのかとか、一瞬だけねパトカーの音が聞こえて焦ってる感じも分かったりとか、ヘルメット越しのマイケル・ファスベンダーのよりね目を泳いでいるあの演出もいいんですけど、普通にショットとしてマジで見たことない、なんだこのかっこいい絵はって感じで、いやすごっっていうね。まあ、あとねいろんなところにあったリアルなね、リアルなのかわかんないけど、そのリアルに見える殺し屋の日常の描写みたいなところかな、すごい準備してるシーンがすごく多くて、この作品ね、バンを用意したりとか銃をいろいろ用意したりとか、あとなんだ死体の処理の仕方みたいなものもすごく細かくやってるんですけど、劇的じゃなくて超淡々とやる感じで面白いんだ普通にと思ってなんかだからお仕事映画みたいなところもかなり感じましたね、このこういうシーンがあったことによってね。最後の方のあの肉弾戦があったじゃないですか、家に忍び込んでって殺すシーンなんですけど、あれの強すぎないところがいいんですよねやっぱ結構ドジっていうか、こういうところで圧勝できない感じがこう憎めないというか、最初ミスっちゃうのもなんかわかるなっていうのを感じたりしましたね。でこの作品ね結局何が言いたかったのかなっていうところなんですけど、やっぱりフィンちゃんの映画人生にしか見えてこないんですよねやっぱりね。はい、最初ミスっちゃうところもやっぱりあのエイリアン3ですね、あれをちょっと考えちゃったりしますよね。エイリアン3はねフィンちゃんが初めて監督した作品なんですけど、結構ね叩かれちゃったみたいでね、僕まあまあ好きなんですよね。はい、なんですけどね、まあそういうのがあって、やっぱその殺しのミスがエイリアン3に見えてくるし、でその後の恋人がね襲撃されちゃうっていうのも、なんかそのエイリアン3が失敗したことによっていろいろ叩かれたフィンチャー自身みたいな感じもあるし、でそんでその後の殺し屋たちをね殺していくっていうのも同業者じゃないですか、要は殺し屋ってね、だから同業者をクオリティで倒していくっていうのもセブンとかファイトクラブとか、あとは何でしょう、まあソーシャルネットワークとかまあいろいろありますけど、その辺の作品を作ってもう面白さってクオリティで映画業界の中でのし上がっていく感じを、見せてるようにも見えるし、でやっぱそう考えると最後のクライアントを殺さなかったのはかなり納得できるんじゃないかなと思いますね。殺しに行く前にねそいつがクソ野郎だったら殺してやろうかみたいな、ことをなんか言ってたんで、やっぱそのクライアント側がクソだったら全然仕事切る切るみたいな、自分がやりたいもんできなかったら切るよみたいなスタンスというのを思いましたね。あとあの殺し屋が殺しをやる前に言うセリフですね、あそこも計画通りにやれ、予測しろ、即興はするなっていう感じのことをいつもなんか言ってたんですけど、あれもねフィンチャーの仕事の流儀みたいな感じですよね。もうフィンチャーじゃんそれっていう、もう超徹底されたアングル動き脚本みたいなところはもう完全にフィンチャーじゃんみたいなね、もうまんま言ってることまんまじゃんみたいなところも思ったりするし、だからそう考えるとね最初の窓ですね、最初ねマイケル・ファスベンダーが窓にこう向かって座ってるシーンで始まるんですけど、そう考えるとあの窓はスクリーンなんじゃないかなと、だから映画を見てるフィンチャー自身なんじゃないかなと思いますね。でその窓越しにいろんな人を見るんですよ、野良猫に餌をやってる女の人とか、親子で歩いてる姿とかね、仕事してる人とかいろいろ見るんですよ、そこの中を羨ましがってるフィンチャーに見えると思いましたね。はい、でそれでねその窓から、スナイパーで撃ったものですね、フィンチャーが出したものがミスになって、その後話が展開していくっていうのもフィンチャーが映画に対して思ってた思いみたいなものにも通ずるなと思ったりしましたね。フィンチャーも60歳ぐらいだったかな。はい、前作マンクでねもう大好きな市民権の裏側みたいなものを描いたりして、で今作でしょ、自分自身みたいなものをかなり描いてて、もう
キャリア終えようとしてんのみたいな感じをかなり感じたんですけど、でも絵も話もね段違いに面白いんで、もっとポンポン見たいんですけどね。なんかドラマやったりしてるからね、マインドハンターもやったりとか、ハウスオブカードもねやったりとかしてるからね、結構忙しいんでしょうけど、やっぱ映画で見たいですねこの人はね。よければ高評価、チャンネル登録、コメントの方もお待ちしております。で、ツイッターやってたり、サブスクで音楽も配信してたりしますんで、概要欄の方からよければ見てくださいという感じでございます。それじゃあまた。